敵を死亡せに固く守る。まずは前衛を突き崩さねば。ここは伊根にお任せを。突撃します。ここは俺が主役。参ります。こんな集体をさらすとは。皆鍛錬の成果、ここに示そう。弁慶を試す。またとない機会。私も続こう。 あなただけは負けられない。本田忠勝が見つめ、イナ入ります。稲殿、やはり来たか。今こそ披露します。鬼神の娘が相手になろう。いざ研究の成果を披露しましょう。計算通りです。今こそ 策を披露しましょう。叶わぬか。この勝負次に預けるぞ。参ります。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。参ります。あっぱれの一言につき、そなたほどの勇士なかなかおらん。前衛の敵将に戦力を集中させる突入の可能。 こちらの守備は薄くなります。苛烈に攻めねば勝てぬ。敵は曹操ぞ。真偽の槍に貫けぬものはない。いざ勝負。まさに英雄と呼ぶにふさわしい勇士。軍事権、謹んでお相手する。いざ参りましょう。逃げたまま。 火を燃やしてはならぬ。攻めるぜ。いざ研究の成果を披露しましょう。あなたならやってくれると信じていました。我が都市燃え尽きてはいない。いずれまた会おう。うぬが、みごとぶ。 お手合わせ願おうか。前線の指揮を預かる身だが、ただの最中、目の前の獲物を狩らずには俺。敵将討ち取りました。残念だが狩られるのはそっちだ。獣を狩るのは得意なんだ。敵前衛は崩れた。 今なら城に迫れるはずだ。俺より城攻めにかかる。剣心法、準備はよろしいですか。闘争楽しまん。姉上、影勝、いざ共に。あなたならやってくれると信じていました。その武勇こそ天下無双です。 でも、ああなりたい。おっと、城には近づかせねえ。この俺が止めてみせるぜ。城へは行かせん。覚悟して。父上、ここはお任せを。先にお行きなさい、剣心。この娘はアヤがしつけてあげましょう。いざ参りましょう。 いや、剣玉は。もっと楽しませ。この一手で勝負を決める。素晴らしき技の数々、厳しい鍛錬の賜物ですね。 負けちゃ息子たちに示しがつかねえ。
あなたならやってくれると信じていました。 剣心公たちのご活躍には門は抑えます。ですが開門には時間がかかりそうです。それも想定内のこと。この間に別の攻め口を開く。忠勝よろしいです。本多平八郎忠勝道を切り開いてまいる。 天下無双の闘争、堪能せ。俺の腕、見せてやる。いざ参りましょう。いざ賜った。俺の分、全部計算の成果です。これで勝ったと思うなよ。 貴様となれば楽しめそうだ。進むよ。相手にとって不足なし。いざ信じておった。敵将、そこを動くなよ。賜った。 俺の前に立つ。今、研究成果を披露しましょう。なかなかやるな。貴様の顔、覚えておいてやろう。城内にはまだ敵が潜んでいるはず。注意して進みましょう。 一言につき、そなた者の勇姿、なかなかおらん。天下無双の者のあり方、しかと拝見しました。ここは逃走。いざ参りましょう。敵将、討ち取りました。 戦は知略でするものと思い知るがよい。城の奥深くまで踏み込むとは恐れ入った。堂々勝負と参ろう。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。 そう思うとこの前に立つか、ならば撃つのみよ。いざ研究の成果を披露しましょう。悪すぎたか。やあ、研鑽の成果です。ここまで来るとは、存外やるな。 城を取った我らが優位であったはず。覚悟見事に覆されようとはな。ですが、まだ勝敗は決していません。私たちがお相手しましょう。うぬが武、見事武。いざ参りましょう。やあ、賜った。
一言につき、そなたほどの勇士なかなかおらん。私の神参の前ではあなたは無力です。負けを認めざるを得ない。全員引き研鑽の成果です。厳しい戦だったがどうにか勝利できたな。我らも兵をまとめなくては。武者のことなどがいるやつ、牢を奪いにした今こそ研鑽の成果です。城に火を放て。研鑽の成果です。いざ研究の成果を披露しましょう。まさか我らが戦い消耗するこの時を狙っていたのか。今一度戦意を振り絞る。死力を尽くし妖魔どもを食い止める。研鑽の成果です。いざ参りましょう。ただの気まず。今こそ披露します。雨の矢よ。感服します。これが一流ってことか。信じておった。あやは見ています。あなたの厳しき分、愛がこもっていることを。受け止まった。俺の分お任せをね。敵将打ち取りました。やっ、研鑽の成果です。素晴らしき技の数々。きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。はっ、研鑽の成果です。はっ、やあ、たあ、せい、まいります。天下無双の武、称えるに値する。と信じていました。なかなかに粘りよ。だがこれまでに。せい、いざ参りましょう。はい、さあ。受け賜った。これ以上は防ぎきれないか。全員進め。ローマどもを殲滅せよ。研究の成果を披露しましょう。敵将、撃ち取りました。再び戦場に舞い戻る。とがしくしておればよいもの。研鑽の成果です。研鑽の成果です。研鑽の成果です。敵を滅せ。研鑽の成果です。あっぱれの一言に尽きる。そなたほどの勇士なかなかおらん。いざ研究の成果を披露しましょう。
回った。散らされるもまたいい。この地獄、共に楽しもう。この程度の敵を抑えてみせるぞ。お前はさっさと行け。敵は多勢ですが、あなた方になら任せられる。全力で参ります。さあ、妖魔よ、我らが相手だ。信行殿はおわしくんぞ。一生討ち取りました。感服します。これが一流ってことか。周りの敵は俺たちで止める。その間に敵の大将をぶっ飛ばしてくれ。ここは逃走。情報だな、身体だな、その使命果たしてみせます。いいけ、たまばった。ただの気まぐれだ。いざ研究員、感謝します。救援ありがたいです。さすがですね、頼りがいがあるって感じです。諸葛亮殿のご助勢を頼みます。ここは私が防ぎますので。すまない、文王殿、頼んだぞ。どれだけ妖魔を呼ぼうと、あなたを追ってはそれまでです。清盛が手薄になった。今こそ補正れ。いざ研究の成果を披露しましょう。お前のような大器はなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。討ち取りました。お前も英雄を目指している。共に切磋琢磨し、より高みを目指そうぞ。ためにも我らで清盛を討たねば。研究の成果を披露しましょう。ついに学んだ我が愛を打てると。
舐められたものよ。まさかお前も英雄を目指し、共に切磋琢磨し、より高みを目指そうぞ。ジョー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 、まずいな。さて、そろそろ攻め込んでやるかの。やあ、編纂の成果です。ヤッハ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 、うまくいったの。やっと敵が現れよ。ここで仕留めてしまえばそれまで。敵将討ち取りました。信じておった。よし、無敵の体に挑もうぜ。それがしだけの力ではありません。この戦場にいる皆の力が合わさってこそ得られた勝利。はい、この絆こそが我らの武器となるはずです。